はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回は復刻ガチャが来たぞということでやってまいりました。ということでね、今日木曜日からこちらの復刻ということで、ビエラ、ベルカンプ、ジューベルト・シューバということで、登場してるんですけど、僕はビエラとジューベルト・シューバね、結構使ってるということで、今回はね、いろいろ解説していけたらなと思います。育成紹介したり引くべきなのかっていうのも、解説していけたらなと思います。で、今こちらのね、デニスロー・オーウェン・岡崎慎司ということで、こちらのガチャも来てるということで、どっち引くべきかっていうのもね、解説できたらなと思います。こっちのガチャはね、残念ながらオーウェン出てないんですけど、オーウェン一応ビッグタイム使ったことあるんで、そんな変わらんのかな。こっちが強くなってると思うんで、一応結構使ったことある選手ということでね、今回はね、もういろいろまとめて解説できたらなと思います。ということで、最初に良ければチャンネル登録と高評価本当にお願いします。とやっていきましょう。ということでね、今回こちら無料分2回あるということで、せっかくなら俺も引いちゃうか。ベルカンプ狙いでお願いします。そうよね、そんな当たるわけないよね。これベルカンプ引けたら神引きやけどね。さすがにね、ということで、いいでしょう。無課金赤の方が本番なんでね、こっちは置いといて、とりあえず育成から紹介していきますか。デニスローと岡崎慎司さんも一応紹介する。一応最近動画出したんですけど、まずデニスロー、育成が、こんな感じで、決定力4、パス2、4、ドリブル11、クイック2、8、脚力2、10、エアバトン1と。でね、今タレントデザイン無料期間来てますね。ありがとうございます。ということで、1回ぐらいはね、僕の育成も試してもらえたらなということで、まずデニスロー軽く解説していくんですけど、ラインブレーカーで、オフ線高いんで、シンプルに抜け出し良くて、ドリブルは普通にこねやすくて、パスもうまいですね。で、決定力あるんでちゃんと決めてくれて、スペシュンも普通に高くて、キック力80で、もう万能、マジでもうデニスローは万能って感じですね。で、逆足も最高最高で、素晴らしいラインブレーカーなんじゃないかなと。超万能ラインブレーカーということで、意外といないんじゃない、デニスローみたいなタイプは。意外と珍しい気もするって感じで、スキルはシューラライジングミドルヒールトリックワンシュワンパスルパなどあって、元からワンパスルパ持ってるのいいけど、やっぱダブタつけたよね。ダブタ今回アウトスピン、そこら辺はつけたいのかなって感じですけど、スキル追加ない状態でも、十分強いですねって感じで、デニスローは結構評価高いかな、僕の中で。で、お次シンジ・オカザキということで、育成をね、完全にふざけてしまったんで、評価がとても難しいんですけど、この岡崎慎司さんはやっぱりこのディフェンス能力の高さね。で、前線の選手で一番守備力高いんじゃないかなと。で、こんだけ守備に振っといてスピシュンもちゃんとあったり、多分普通に育成したらね、普通に強いと思う。って感じで、多分悪くないと思うんやけどね。育成ふざけてしまったんで、評価ちょっと難しいんですけど、マジで唯一無二よね。デコイランでこんな能力してんの。マジでいないからね。取って損はないかなと。で、こちらもビッグタイム応援使ったことあるということで、結構いい成績ですね。ラインブレーカーで、能力はそこまで変わってないとは思うよね。ブースター付き方が強いということで、応援は強いよ。今の環境ちょっと使ってる人は減ってるような気もするけど、今でも十分強いのかなと。シンプルに速いラインブレーカーで、ドリブルもしやすくて、強いですね。って感じで、こっちのガチャもシンプルに評価は高いのかな。ということで、ここからは、アーセナルやっていくんですけど、まずはジューベルト・シューバーなんですけど、200試合ぐらい使ってんのか。育成こんな感じで、脚力に13、エアバトルに4、ディフェンスに15と、結構尖った育成してますね。で、俺はね、これ結構気に入ってるけどね。って感じで見ていくんですけど、足元系はね、元から普通に高いんよ。ディフェンス系めちゃくちゃ高いね。ディフェンス戦99、ボール足97のアグレッシブネス91の守備意識99と。で、スピードを結構上げましたね。やっぱアンカーでね、ザカリア結構スピード高くて、ザカリア好きだったんで。それに寄せるって感じなのか。で、瞬発があんま上げてないんで、ここちょっとミスったかもしれんな。やっぱ瞬発にもうちょい振っていい気はしたかな、正直。で、育成はもうちょい変えていいかもしれん。さすがに尖らしすぎたって感じで。でも強いよね。シンプルに強いですね。B 固定アンカーっていう時点で有能ですね。で、スキルも元から良くて。やっぱりアンカーで言うと、ライカールと、いるんで、正直ライカ持ってたら別にいいかなって感じはあるかな。ライカ方がやっぱ僕は好きで、ライカには勝てんって感じですけど、ライカ持ってなくて B コテアンカー欲しいとかなら全然いいんじゃないかなと。B コテアンカーも少ないし、アンカートップクラスではあるんでね。やっぱビエラよ。やっぱこっちよね。って感じで、育成はビエラも結構尖らしてんのよな。
パスに2、ドリブルに2、クイックエンスに3、脚力に15、エアバトルに5、ディフェンスに10と、って感じで、まあ、能力見ていくんですけど、まあ、ハードプレスで、まあ、ドリブル、パス普通に高いの。まあ、ボルコン、ボールキープ、グラップ80乗ってて、まあ、ディフェンス系はこんな感じ。まあ、もうちょい上げてもいいのかなと思ったけど、まあ、これでも十分強いですね。ビエラっていう存在が強いなんかもわからんけど。で、このビエラね、スピード90乗しちゃってるんよ。まあ、瞬発も普通に高くて、フィジカルも高いって感じで、いや、強いよ。ビエラは強いよ。やっぱスピード90のビエラも好きやけどね、僕は。このビエラ普通に好きですけど、まあ、育成変えてもいいんじゃないかな。でも、ブロッカーつけてないんよ、俺。ブロッカーなしでやってたん？え？全然知らんかった。ブロッカーなしとは思えない強さしてましたんで、ブロッカーつけましょうって感じなんですけど。ブロッカーなかったん？俺マジで知らんかったんけど。じゃあもっと強なるやん。マジか。びっくりした。って感じなんですけど、まあ、ビエラーね、いや持ってない人からしてもやっぱ相手に使われたらめちゃくちゃ嫌やと思うよね。まあそんな感じでビエラーは理不尽です。強いです。ボール刈り取り能力えぐいよね。感じなんですけど、まあ、育成変えるとしたらこんな感じかな。うん、まあ、こういう感じにしてもいいかもしれない。まあ、瞬発も上げる感じで、うん、まあ、こっちでもいいのかなと思いつつ、まあ、今はまあタレントデザイン無料なんで、いろいろ試しちゃいましょう。まあ、育成とか能力とか、まあ、紹介ここまでにしといて、まあ、結局どっちのガチャ引くべきなんだいっていうところになってくるんですけど、もう僕は正直結論出てます。はい。結論出てまして、余裕でこっちかな。迷いなく俺こっちでいいんじゃないかな。まあ、全部持ってない設定でね。全部持ってない設定で僕はこっちですね。うん。やっぱアタッカーはね、替えは効くんよね、意外と。やっぱ強いアタッカーって結構出てくるしね。しかもこっち引くんやったらやっぱフリット引いとけって思うしね。こっち引くならやっぱこっちよ。もちろんこっち強いんやで。もちろんこっち3人強くていいんやけど、こっちがね、今後スカットに残りやすい。やっぱこっちの選手残りにくいんよ、スカットに。やっぱアタッカーって俺どんどん変わっていくんよ。特に僕はアタッカーね、どんどん変わっていくんで、圧倒的にこっちかな。やっぱ僕もスカット残ってるのこっちやしね。デニス・岡崎もまだ登場してすぐやから使ってるけど、まあ、今後残るかってやれたらね、ちょっと微妙なラインやし、まあ、ビエラ、ジューベット・シューバーずっと使ってるんで、まあ、余裕でこっちでいいんじゃないかなと。ビエラ強いね、マジで。マジで強い。ビエラめちゃくちゃおすすめやし、やっぱジューベット・シューバーも B コテアンカーとしてめちゃくちゃ有能な能力してるんで、まあ僕はこっちでいいんじゃないかなと。まあ、ガチャ引く人はこっちでいいんじゃないかなと。中盤補強できるのはやっぱシンプルにでかいんじゃないかな。ガチャ引くならこっちでいいんじゃないかなと。まあこれ単体のガチャの評価としても、まあ、十分引いていいガチャなんじゃないかなと思っております。やっぱ僕のスカットにもね、ちゃんと残ってるビエラとジューベット・シューバーということで、まあ、引いて損はないかなと思います。まあ、守備力が、まあ、一気に上がると言ってもいいぐらい、まあ、いいガチャになってるんじゃないかなということで、まあ、今後もねいいガチャ続くと思うんで、まあ、正直どうなんやろうな、まあ、迷いどころでもある。やっぱ今後も復刻ガチャ続くんやろうしね、こういう感じで。多分次バルサとかも来るんやろうし、まあそういう感じで復刻も続いていくと思うんで、ガチャスケジュール予想とかもね動画出してたりするんで、まあ、また新しく出そうかなと思ってたり、まあ、そういうのを見つつね、ね、考えていってもらえたらなと思います。まあ、このガチャ評価高いですっていう動画でした。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。